知りたか。去年のウィンターカップ準優勝、福大大濠高校。バスケできるっていうのがやっぱ当たり前じゃないだな、当たり前じゃないんだなって思って、やっぱ嬉しくて楽しくバスケできました、うん。試合中ひときわ目を引く選手が、17番の選手に注目。おすごい、すごいパス。2年生の本山晴樹選手、福大大濠の攻撃の起点としてチームを引っ張ります。あ、ロングパス、おー、ナイスパス。あー、ナイス。低くて強い。おー、来ましたよ、本山選手。おー、どんどん、行く、自分で行く。あれは止められない。本山選手は自粛期間中、筋トレに力を入れていたそうで。一番自信のある筋肉はどこですか？上腕二頭筋です。ちょっと出してもらっていいですか、グッと。うわ、すごいですね。3年生が強い気持ちで練習に臨んでいる背中を見て、自分たちももっともっとチームを盛り上げないといけないなっていう話を、日頃からもっとやっていきたいなと思います。さあ、そこ。おお、ナイスパス。さあ、スリー決めた。外からも打てる。まあ、練習の成果というか、意識をみんながちゃんと持ってあのゲームに臨めたので、あんまりこうストレスのないあのゲームになったかなというふうに思います。まだただちょっと課題もあるので、帰って練習します。はい。